こんにちは持ちおの社会科マガジンっていうブログを書いている持ちおです。今日のニュースを見て思ったことをダラダラしゃべるっていうそんな動画です。で今日は毎日新聞のニュースで「夫婦別姓認めぬ民法合憲4裁判官罷免要求突出国民審査」っていう記事ですね。10月31日の衆院選と同時に行われた最高裁裁判官の国民審査で東京都の 選挙管理委員会が公表した都内の開票結果を毎日新聞が分析したところ夫婦別姓を認めない民法の規定を合憲と判断した4人の裁判官の罷免を求める率が他の7人の裁判官と比べて2ポイント前後高かった、えー、特定のテーマで罷免を求める率に突出した差が出るのは異例っていう記事です。でこの記事を読んでっていうかその国民審査に 関するなんか SNS とかの動きを見ててすごい違和感感じてたんですよねでそのうまく言語化できるか分かんないんですけどその違和感についてちょっと話したいなと思いますで何を思うかっていうと裁判官って別に自分自身の希望とかこうあってほしいっていうそういう感覚を優先させて判決を書いてる出してるわけじゃないですよねっていうことです裁判官って法があって でその法に照らし合わせて考えてみるとこれは合憲憲だだななななとかかももしくははこれは違憲だなって判断すするものんんじゃないんですかねで今回の投票では夫婦別姓を認めない民法の規定が合憲憲法違反ではないよって判断した裁判官に対していやいやそれはおかしいでしょう夫婦別姓を認めるべきだって考えた人がその裁判官の上に罰印を国民審査で書いたと思うんですけど別にその裁判官が 夫婦別姓はダメって思ってて思るわけじゃないんんじゃないいのって気がするんでするでよねいやわかんないんですけどあとまあ中には夫婦別姓を認めるべきって思ってるんだけどでも法に照らし合わせて判断すると、えー、民法の規定は合憲と言わざるを得ないっていう裁判官もいたんじゃないのかなって思うんですよね、まあ、わかんないんですけどで、まあ、こういうことを考えると国民審査って何なのかなってすごい疑問に思うんですよね。 最高裁の裁判官がとてつもない不祥事を起こしたとかだったらや、えー、めさせる罷免されてしかあるべきだと思うんですけどそうじゃない場合って国民審査って何のためにあるのかなっていうのがいまいち分かんなくてで今回夫婦別姓を認めない民法の規定を合憲って判断した4人の裁判官に「罰」をつけて投票した人がいるわけじゃないですかでそういう人たちが何を求めてるのかって夫婦別姓を認めてほしいっていうことですよね ってなると、責めるべき対象って、合憲って判断した裁判官じゃなくて、合憲って判断する裁判官が出てしまう、現在の法制度そのものなんじゃないんですかね。えーまあ、もしくは、えー、その法制度を作ってる国会、責めるべき対象はなんか違うんじゃないのかなっていう気がするんですよ。で、なんか、国民審査の制度ってすごいもやもやっとするなっていうふうに感じてます。っ、まあ、って言って言も 国民審査でどうせ、えー、裁判官が罷免されることはないと思うので裁判所の判断に対して国民の、えー、意見民意を示すシステムぐらいに捉えるべきなのかもしれません。って考えると最高裁の裁判官の名前の上に罰をつけるっていうやり方じゃなくて最高裁の判決を一覧にしてでその判決を支持するかどうかを「えー、丸かツか」で。 えー、示すっていう国民審査の方がなんかいいいんんじゃななのかなって気もするんでするでよね、まあ、なんかまとまりのないことを話してしまったんですけど、まあ、まとめるとなんか国民審査のシステムってすごいもやもやするなっていうことですもしよかったら皆さんの考えも教えてくださいはい今日は以上です最後までご視聴いただきありがとうございました